激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。このゲームの舞台はアーセナルのホーム、エミレーツスタジアム。この大きな時計が印象的なスタジアムは2006年に開場したイングランド有数のスタジアムです。この時間はアーセナル対オランダ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが、天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。アーセナル対オランダ、サイドを紹介します。右にエンドを取るのはオランダ、対して左のエンドを守るのはアーセナルとなります。さあ、一気にカウンター。さあ、北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。ネイマールですね。やはりあの個人技には注目したいですよね。細かいボールタッチから生まれるドリブル、パス、シュートはどれも素晴らしいですよね。周りを驚かせるプレーをぜひ見せてほしいですよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。このファーストハーフ、最初のコーナーキックはオランダ。シュート、ポジションボール、スター先制、オランダ。アーセナル相手に先にゴールを決めました。ソン・フンミン、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。さあ、オランダ、今日先制はこの早い時間でした。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。中心ファールを取りました。おっと、早いリスタート、チャンス、リュディガーのディフェンス、
取らないですね。ネイマールからソン・フンミン、パスでつないで攻め込んでいきます。スペースに出す、シュート、クルトワ、素晴らしい反応でした。これは素晴らしい反応でしたね。見事なプレーでチームを救いました。ショート行きましたね。フィーゴ、うまくボールに行きました。裏を狙う、ここは繋がりません。スペースへ、ここからカウンター早いでしょ。抜けてくる、ジェズス、来た、ミドル、ドンナルンマ、いやー、キーパー素晴らしいですね。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。ここはキーパー処理しました。デリフト、ここはカットします。ダニーロ、このマッチアップどうなる、シュート、同点、アーセナル、このゴールで今日のゲームをリセットします。いや、いいですよね。これはサポーターも燃えますよね。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。いいことでした。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。ハイレベルな選手が揃う中できっちりチャンスをものにできましたよね、はい、やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。ここでファールがありました。幸運にも注意に終わりました。ジェズスからベルナルド・シウバー、ガクポ、ここは下げます。デリフト、ユディガーへ。さあ、もう30分になろうとしています。あっと、危ない、スルーパスを狙う、ディフェンス、これを読んでいた。トロサールへ、スペースを使う、いけるか、トロサール、フィーゴ、積極的な守備を見せます。あ、これファール取らないですか、レフリー。ベルナルド・シウバ、さあ、カウンターだ。これは積極的なチェック、長いボールを入れます。オフサイドですね。デリフト、ロナウジーニョ、このボールに触ります。さあ、イサク、ここは対応します。シュート、これは合いません。ボールを戻します。右サイドへ振って、ここはつながりません。まあ、クリアが精一杯ですよね。ジェズスからトロサール、トロサールから左サイド、フィーゴに渡る、
マルキーニョス、これはいいプレー。ネイマール、ベルナルド・シウバ、ベルナルド・シウバへ、ベルナルド・シウバ、さあソン・フンミン、ソン・フンミンが上げる。ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。ベルナルド・シウバ、マルキーニョス、このボールをカットします。さあイサク、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。どうだこのシュート、いやー勝ち越せオランダ。前半終了間際、いい時間帯に決めました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。さあオランダ、ここでリードを奪い、前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。前半終え2対1、しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。オランダとしては今のところリードしてますけど、点も入れられてますから、まだまだ油断は禁物ですよ。アーセナル対オランダ、オランダが2対1でリードを前半を折り返します。後半参りましょう。さあ左へ預けて、ベルナルド・シウバ、これは合いません。マルキーニョスへ、これはファールの判定。ムシアラ、ムシアラ、勝負か。ガクポ、これをカットします。ガクポ、
ベルナルド・シウバからジェレミドク、デリフト、ギュンドーワン、簡単ですよ。裏のスペースを狙う、これはどうだ、さあフリーだ、インターセプト。ベルナルド・シウバ、ガブリエル・ジェズス、さあ左サイドへ、トロサールからジェズス、ジェズス、ここかわす、シュート、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。マルキーニョス、このボールをカットします。イサクから左へ、スペースに出す、ミドル。いやー、今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。と呼んでいた。ここでマッチアップ。このボールには合いません。ムシアラ、リュディガー、ここは読んでいました。裏を狙っていきます。アーセナルカウンターを仕掛けていきます。さあ繋がるか、これ仕掛けるか、ちょっと伸びてしまいました。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。オランダはこれが最初の選手交代となります。スルーパスを狙う、マルキーニョス、流れを止めます。デリフト、これはいい守備です。取らないですね。さあカウンタースピードを上げたいところ、ジェレミドク、裏へのスルーパス、縦にボールを送りましたが、ディーガー、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。思い切って狙ってきましたよね。まあ相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。ギュンドーワン、オランダは選手交代のカードがまだ手元にある状況です。ロボツカ、さあカウンターのチャンスになります。オランダがここでファールを取られます。ジェレミドク、ウーデゴーアからムバッペ、スペースを狙った、抜けた、抜けてくる、オランダとしてはいい形作ったんですけどもね。リードしている状況なので、もう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。ムバッペからウーデゴア、自分で行く、相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。チャンス来た、シュート、いや追加点、オランダ決定的なゴールになるのか。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしたね。さあオランダリードを2点に広げてリスタート。さあ勝負です。シュートまでいけるか。シュート、北澤さん、いいシュートでしたね。今の決められていたら3点差ですからね、かなり厳しい状況になってしまうところでしたよね。あっと、この時間でこれはオンゴールになりました。
どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。これは悔しい結果になってしまいましたよね。引きずらないで次行きたいですよね。さあ、オランダ思わぬ形で1点が入りました。ムバッペ、この飛び出しは北澤さん、いや、いいですね。まさにこのタイミングという時に収まりましたからね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。ギュンドーアン、このボールをカットします。ウーデゴー、ガブリエウ、ここは抜かせません。